はい、というわけで今回、シャビオンですねはスロットキング横浜西口店さんの方で行われた、シャープ3モデル実践の方ですね、いろいろと振り返っていこうじゃないかという回になっております。まあフリートークですね、おさせていただきながらという感じになってます。やっぱりね、今日この企画の話をもらって、はいはい、実際参加して思いましたけど、うん、実践番組って、うん、実践中にお互いの考えてる考え方をここまでがっつり話す機会ってないんだけど、うん、でもこの番組だと今日あったことのほぼ全てを今面と向かってがっつり話せるでしょ、うん、私この企画好きですね。おお、いいじゃないですか。今後もやっていきたいです。うん、でもね、あれなんですよ、動画見てる方たちはリールが回ってない回は視聴とさ取れないんで。あ、そうなんだ。そう、リール回ってないとね、嫌みたいですよ。でもどうですかね、我々の視聴者層ってもうそうですかね。いや意外と聞いてくれないですか。トークか、トーク番組とか人気ねえんだよな。あ、そうなんだ。うーん、って思ったりはしますね。だから分かんないです。まあ蓋開けてみたらどうなるかはまあ楽しみにしておきましょうと思うけど、はいはい、でもまあこういうところこそコアな方が見てくれてると思うので、まあここを一番大事にしていくつもりでこれからも実践からの振り返りっていうのはまあやっていきたいなと思いますけどね。まああのね、途中でこうやって今の機会の話じゃないですけど、まあ脱線したりすることもね、まあ多々あるかもしれないですけど、まあ基本的にはまあこの日の振り返りをしつつという感じになってます。まあ軽くあの結果だけ言いますと、私ガメラ打っていっぱい出ていっぱい飲まれてディスク行っていっぱい出て終わりでプラス1000枚ほどでしたね。ガリさんは。私はカメラでそこそこ出て、うん、そこそこ出たで生を全部バーサスに飲まして、うん、入れた分帰ってきて浮いた終了みたいな。浮いた終了ですね、はい、2人合わせて1200枚ほど、浮きましたんで、はい、1人頭600枚ぐらいのね、ノリになりましたけれども、まあでもあれですね、いいお店でしたね、まずね。そうですね、うん、今回の公約が、どんなところでも確率1台は最低6っていうのがまず一つで、あとは前代系機種が一つがあるよっていう、まあ 何機種かわからないけどあるよっていうのが一つと、あとは3分の1で6の列がまあ何本かわかんないけどあるよっていう感じでしたね。まあ一応その最後、まあ、見て回ってきたんで、で言いますと確率に6があったっぽいことと、あとあれですかね、3分の1っていうと大体6台だったら2台だし、9台だったら3台みたいな列が何本かありましたけど、僕は何本かあったような感じがしましたね。多分リゼロのとこ、ツインエンジェルのとこ、あとジャグラーですかね、マイジャグとファンキー2のとこ、はい、この3本だったんじゃないかなというような感じに見えたという、はい、最終的にはね、うん、で前代がバーサス、はい、あとはなかったのかな、うん、他にもこれあったように見えないな、うん、まああったとしてもなんか R2 とかだったら分かんないなっていう感じですね。はい、うん、時代がまんまいレベルになっちゃってて、もう周り引いちゃってた感じだったんで、うん、っていう感じなのかな。ちゃんとその絆にもあったし、番長にもあったし、そのまあ誰もが打ちたい系にもあれば、こんな機種も入ってんだなっていうような機種もマジハラだったりね、バラエティだったりそういうところにも見かけられたんで、いや本当にしっかりやってんだなっていうような気はしましたね。はい、うん、また次回あったらぜひやりたいなっていう感じはしましたけど、次回もここでいいです、うん、ねえねえ、2人揃って積もれるような可能性的にはどうなんですかね。朝何人ぐらいいましたっけ。朝は300、モバイル抽選の時点で390ぐらい、うん、で実際並びが120-150ぐらいですかな、うん、なイメージ。ちょっと分かんないんですよね、その番号は綺麗に配られなかったんで、最初の方は飛ばし飛ばして最後の方はまとめられた感じで配られてて分からなかったんですけど、まあでも、まあ、150ぐらいなのかな。でも100から150ぐらいの人数であの内容だったら悪くないなっていうのが。私ね、店に入った、私キツから5番目だったから、うん、6番目かキツから6番目で店に入って第一声で思ったのが、うん、ケツから6番目でこの客付き状況で、うん、この取材内容だったら、うん、これ二の矢三の矢全然いけるなと、うん、なので後ずも狙えるなってまず思ったのが第一印象。はいはいはい、それもあって毎回ここでもいいかなと思ったぐらい、うん、そうですね、うん、確かにあの人数、朝のあの街の、はい、
あの横浜という町のあの一角の雰囲気を見ていると、まず近隣の大型店舗が先に抽選を行ってるんですよね。でそれはモバイルじゃない抽選を行っていて、でそれと同時にあの多分2店舗3店舗あの抽選をモバイルで受けている方たちがいて、でそれで番号を見てどこに行くかっていう感じになってるから分散したんだと思うんですよね。だから390いたけど多分100人か150人ぐらいだったのは、それも理由にあったんじゃないかなと。そうですね、まあ、見ればだから我々があの店でしか売ってないけども、他の方たちはあの地域で立ち回れるわけですからね。でまあこんなこと言ったらね、撮影協力していただいてるホールさんがどう思うか分かんないんですけど、一応そのスロットキングさん、よくまとめられてるね、その地域のお店をなんか星印とか評価とかあるじゃないですか。あれで見る限りスロットキングさんよりもあのいい点数がついてるホールもすぐそばにあったりとかしてたので、そちらの抽選を受けていい番号だった人は素直にそっちで高設定で積もれるだろうなと思って並ぶだろうしっていう、そのいい分散があの今日の人数ちょうどいいぐらいの人数につながってたんじゃないかなと思うと、確かにやりやすいなと。しかも本当に6なんで、4とか5とかを意識せずに打てるのがいいんだよっていう話を今日はあの一角の常連さんで、あのほら近くにスーパー Z だっけ、スーパースロットクラブ Z、 クラブ Z、 はい、はい、あの兄弟店、はい、僕が間違えてあの抽選受けてた方ですね。あちらの方の時も話しかけてくれてた人なんですけど、まあ、あの辺をよく知ってる方も言ってたけど、ここはそのまずガセもなやら今んところちゃんと真面目にやってるって言い方しましたけど、真面目にやってるし、あと6だからあの4とか5とか意識しなくていいし、やりやすいやりやすいんだけどねっていう話はしましたね。ただ朝使ったら終わっちゃうんだよねとは言ってましたけど、私はあんまり朝使ってもやれる感があったな、ね、なんかどうもこれバーサスやれてるし、うん、まあそうですけどね、あとそのなんだ本当に使ってんだろうなで、その使ってない、もしかしたら6って言っときながら4とかあんのかなっていうのが、私今日朝1いきなり否定されたから、その4否定されて、ああはいはいはい、っていうのもちょっとその人が言われてる情報もちょっと自分の中で咀嚼できたと思います。そうですね、はい、まあ、ただあれだよな、2使ってんだっていうところが結構不思議でした ね。あ、でもそれはそれで面白いんじゃないですか。むしろちゃんと本当に6使うから2ぐらい出騙させてよって、あ、いや騙したいってことですか、はい、じゃないですか。でもいや2だと甘く動いちゃうじゃないですか。そうですね、だからそこがあれなんですよね、こんなに甘くしちゃって大丈夫それもちょっとあります、ね、思うところです、だってどうせね2は2でちゃんとバレて6だけ稼働になっちゃうし、あとその列にね何台ぐらい入るのが常識かっていうのは多分お客さんみんな分かってるわけじゃないですか。あ、そうでしょうね、まあ、1台だよとか、はいはいはい、まあ、2台ある時もあるよとか、そういうのを常識も多分分かってるとなると、もう多分夕方前ぐらいからもう6しか動かない状況になる、まあ、実際今日それに近いところはありましたね、ありました、実際はそんな感じでした。ただまあその出玉が盛り上がってるからか、夕方から来るサラリーマン的な方たちで、まあ他のでも多少動いたりはしてましたけれども、ただまあやっぱなんかもうみんな立ち回りはできてるなっていうような気はしましたね。で2番手3番手で掘り始めている若い方たちもいましたけど、ことごとく使ってたんで、だからそれはそのお店のことを知っているこう熟練度の差がお客さんの動きに出てたのかなっていうような気はしましたね。だからそこは全員が全員ちゃんと6は何台までとかっていうようなことを把握して打ってるわけではない、ない集団の100人150人だったならと思えば、まあ、多少やりやすいのかなっていうような気はしましたね。しかも多分そこに今日の経験値を積んだ我々2人も、その100人150人の一角に入られたかもしれないじゃないですか、今日だいぶ経験値詰めたから、詰めましたね、なので次やったらもうちょっとうまく立ち回れると思いますよ我々、ただ僕はでもやっぱりあんまり前向きに思えないのは、1台目使ったらほぼ終わりだろうなとは思ってますね。だとしたら私それはほらその後からもいける朝一抽選勝負だけじゃないって思ってる理由がもう一個あって、私まずバーサス積もれてるじゃないですか、あと積もで、その後ねファンキー2、もう一回開いたんですよ。ああ開いてね、人入れ替わりましたよね。それで私取れるタイミングで、結局ワンテンポ遅くて取れなかったんだけど、その人も辞めたんですよ、で私それ取ったんですよ、実は。あ、そうなんですね、でそのまんまわさびさんのところに行ったんだけど、多分タバコに行かれてたんですよね。あ、はいはいはい、喫煙所あるかなって言ったらいなかったんですよ、多分下にそう下で下でにわさびさんに
声かけるかかけないかって迷ってるちょっと前にお声かけあったんですよ、はい、しかも結構熱烈な感じ。ああなるほど。でわさびさん呼びに行くかその熱烈な人を待たせるか、はい、ちょっと迷っちゃって、はいはいはい、じゃちょっと私会話選んじゃったんですよね、はいはい、そのお話を、はい、でお話するぐらいだったらちょっとこれ掛け持ちになるなと思って避けたんです、うん、ああなるほどね、うん、お話をおそらく3分5分ぐらいかな、うん、でわさびさんのとこ覗いたら戻ってきてたから、はい、ディスカップに、はい、でもねもう取られてたんですよ。ああなるほど、あのタイミングか。なるほどね、そっからまた出ちゃったんですよね、はい、その時、はいはい、やっぱりかっつって、はい、ああもったいなかったと。なので私だからバーサス以外にもファンキーツも取れてるんですよ、うん、なるほど、実際取ったし、うん、なので意外とね、うん、ほらきっとね朝一の抽選勝負に漏れたら、うん、他に行く選択肢のある人たちが、うん、そう言ってるじゃないですか。あなるほど、我々はないからそれが、うんうんうん、あの店でやんなきゃいけない収録案件だからね、うんうんうん、でも収録案件にあの店に固執しなきゃいけない結果その後積もの、うん、できるしやすい立場でもあるんですよ、うん、まあ確かにね、ぐる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 回ることになりますからね、はい、なので、うん、割とやれるかなと思います。ああまあ誰かがあのヘタレやめ待ちになるってことですね、うんうん、実際もうヘタレ出した2人目そうですね、それはまあ確かにそれならいけるかもしれないですね。掘るはでも無理だなと思って。あそうですね、うん、ホルはちょっとやりたくないなっていうのが、まあ、二の矢が必ず打てるとは限らないなって思っちゃうところではあるのかな。ね、掘りに行った人はみんな死んでるん で, そ, うでしょう、ね、それを見れただけでもまあべきってなったんですけど、あとまあその言ってくださった方がね、あの一番有益な情報だったのかなと思ったのが、まず6がちゃんと大丈夫だよっていうことと、あとその、ね、あの柱のところどういう扱いになってるのかなって話してたじゃないですか。あそこのことをちょっとこう考えてるよってことかを教えてくださったのがでかかったのかなと、うん、だからまあ結構クレアとか掘ってる方とかいましたけど、ね、うん、まあ、基本あんまやんない方がいいってこと、まあその2台以上入ってることもあるみたいなんですけど、基本的にはあのそこで1列で考えていいんじゃないかなみたいな、うん、感じではありました。だから人気ないんですね、絆以外が、うんうん、だなっていう気はしました。だからあそこは愛してたんですね、うん、あとあのこの字型ですよね。あそこは最近誰もいなかったですね。そう、全然あの台数なら狙えるんじゃないかなと思うんですけど、うん、リセットを狙いに来る人もいなかったし、結局リセットだったし、うん、千葉リオもね、うん、だから番号悪かったら別に無理に 6狙い勝負しなくてもあそこ全部自分で打った方がいいなって正直思いましたね、うん、まあ今日そうしようかなと思ったんですけど、はいはいはい、うん、でまあ結局やんなかったですけど、あと、きっと私もう一つ面白いなと思ったのが、うん、わさびさんから言われたじゃないですか、うん、なんかどこの当たりっぽい台も真ん中ら辺だみたいな、うん、あそうそうそう、本当にそうなんだとしたら傾向を作ってるってことでしょ、うん、いやだあの僕が自分で自分の言ってたことを思い返してることは一つあるんですけど、うん、朝一サンダーを一応押さえといた、はいはいはい、バーサスが全部埋まってたから、はい、あの列で考えるなら、はい、あのサンダーも一応押さえたんですけど、ただまあって思ってた理由の一つが、まず1台だからとかじゃなくて、みんな角を座りたがってなくて、なんかまあもちろん我々始めたか分かんないんだけど、角を嫌がってんのかなっていうのを思ったな、そういえば朝っていうのをあの結果的に真ん中ばっかりだったっていうのを見て思い出しましたね。だから普段から中側の方が入れやすい可能性もあんのかなっていうような気は、うーん、結果しました。とかありましたからね。うん。そう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 。だから真ん中ら辺が高稼働、真ん中ら辺を打って結果的に6っぽくなってる人はちゃんと推測してる人、うん、結果的にやっぱ真ん中が狙われてる、狙いに来てる人に狙われてるのかなっていうのはちょっと思いましたね。うん。あの3回フラーも行ったんですけど、やっぱり内側にすごい寄ってんですよね。並んで2台だったりとかも内側だったりするんで。とかそうそう、大体そうですよね。ファンキーズとマイスリーもそうでした。あそこも並んでいないでしょ。で、それと思ったんですけど、はい、この字はもうむしろ3分の1なのかなと思った。3択だ、うん、はい、で、最後に今日持って終わったんだから、この字がもしそれが毎回だったら、この3択だったらむしろこの字いけばって思うんですよ、うん、そうですね、だって今日見た限り、まあ、100% その動いてた台からこれが当たりなんだなって確信できるものではないですけど、花々も真ん中、この字のこの奥の列の真ん中でしょ。で上見に行った時も全部これかこれかこれのどれかだったんで、そう考えるとその花々であっても3分の1で真ん中座っただけって考えれば、まあ偶然でもなんでもないよなって思えたりとかしてくるんで、
うん、まあそこだけ。あとね、問題なのはね、今こうやって話してることをね、次回来た時もう覚えてないんだよね俺。うん、だいたい覚えてないんですよね。うん、いろんなところで収録して、いろんなところでなんかやってたら、はいはい、なんかもう忘れちゃうんすよね。なるほど。どうしたらいいんすか。いや、じゃあ私覚えておきますよ。まさみさんの分まで。いやいや、本当にいつも忘れてる。で、あの、僕らがアクロス打つことが多いから、結構大事なのがベースが2なのか1なのかを、はいはい、いつも忘れちゃうんですよ、はいはい、ここ1だっけ2だっけ4方だっけとか、当たりは5だっけ6だっけ、あ、当たりは5だっけ6だっけ結構覚えてるんですよ。だけど外れが1か2かを結構覚えてなくて、自分で普段打ってるホールだったら全部メモってるんですよ、はい、収録に行くホールだと意外とそれができてないの。でも性分の今日のお店は割とキャッチーな感じで覚えられてるんですか、うん、ほらミック3分の2でイーブン、私も3分の2でイーブン。あー、そっかそっかそっか、うん、イメージがね、うん、結構あるんだよ確かに。うん、だまあね、あれ、あの傾向を見てると、あ、そうだ、ちょっと1個俺確認というか分からなかったんですけど、バーサスって結局奇数偶数どっちだったんですか。私は奇数でしたね。あ、本当ですか。左の隣も奇数で、うん、あの出てる人たちの、僕が見画面から見える範囲の人たちはテンパイしまくってたんで、はいはい、あの真ん中の辺偶数だったのかな。あー、かもしれないですね。そう考えたら真ん中が強いんですかね。あー、かもしれない。いや、わかんないですけどね。556555、うん、そうそう、みたいな、例えばね、うん、当たりが全台系だった場合は全6ではなく全56の可能性があったりとか、うん、かもしれないですね。その辺も思ったりはしますね。ちょっと飲んでいいですか。じゃあ飲みましょうか。いただきます。すいません、ずっと持ってるの大変だね。大丈夫ですか。疲れないですか。ハイボール頼む。あ、いいっすよ全然。あ、いえいえ全然大丈夫です。だ、2回開いたんですよあそこで。しかも2回目は私取れたんですよ、取ったんですよ。1回目開いたのは知ってた。2回開いたんだね。そうなんですよ。しかもね、ちゃんと取りましたからね。すぐ行ったらカメラがセッティングされたままいないんですよ、ね、絶対タバコだなっつって。だってもうディスク打ってる時点でなるべくゆっくり回そうと思ってた。、うん、いや、ディスク出てよかったね。ね、出なかったらね、あれだよね。そう、私これね、ちょっと思ったんですよね。その相手だから撮ったんですよ。でもその瞬間掛け持ちじゃないですか、やっぱり。で、掛け持ちの定義って人によって違うじゃないですか。すごく厳しい人に言わせたら、自分が大移動するために前もって置いても掛け持ちっていう人もやっぱり世の中には少数いらっしゃるわけですよ。その掛け持ちの定義って結構変わるんだけども、私の中では乗り打ちであればわさびさんのために一瞬撮ってあげるのはありかなっていう、スタンス。そうですね、僕もそれはいいと思いますけど、なんか難しいなと思うのは、カメラ前で話すにはデリケートすぎて燃える可能性もありますからね。そうなんですよね。そう、しない方がいいかもしれないですよね。でもまあ普通常識で考えたらちょっと撮っとくのは別にじゃないですか。それで結局浅部さんのところに行ったらいなくて、うん、で戻ってきてその喫煙所にもいなくて、その間ずっとお声掛けいただいた方にお待たせてて、うん、これ以上確保しながらお声掛けいただいた方と話すのは、うん、私の中ではアウトだったんですよ。その掛け持ちになっちゃう、そうですね、っていう判断、うん、だからこうやって避けたんですよね。あ、そういえばさ、新花で外れてた日に LINE したじゃないですか。初めて出たって、はいはいはい、あの日のことなんですけど、はい、僕はあの普段行ってる店では瞬間の掛け持ちもしないようにしてるんですね、うんうん、だから僕はあの時に打っていた新花火を流して、あそこのアイムの56が開いたからあれに行こうって思っていながら流して、うん、そしたら流してる間に取られたんですよ、うん、でも普通それってあの回避できるじゃないですか、うん、普通の常識だったら別に取っといてから流しに行ったらいいわけだし、そんなことを誰か責めるっていうのもほとんどないんだけど、はい、でも自分が普段行ってる店だったらそれはしないようにしようって思うんですよ。なんかがっついてる感が出るのが嫌なんですよ。で、まあ、結果、まあ、怪我の功名じゃないですけど、たまたまもう一台だけ本じゃ打ってない新花があったから触ったら外れが出たっていう流れがあったんですよ、うん、そうなんだ、そう、あれそういう流れだった。本当に偶然だったんですよ。偶然見つけちゃったログだったんですけど、そうでもまあその場所場所ですよね。普段行ってて大事にしてる店だったらなるべく目立たないようにとかがっついてる姿を見せないようにしようとかって思ったりもするし、でもだからといってちょっとこう、あ、この自分の台はやめるつもり、あ、いい台が空いた、まあ、早いなでもいいですよ、
からこうやって取りに行って押さえとくことがそんなに悪とは思えないですよね、やっぱね、適材適所なんですね。そうそう、それはあるなっていうところはありますよね。ただやっぱりこの業界ってパチンコパストルユーザーって、うん、自分が考えてることこそのみが正義だっていう人がやっぱいらっしゃる、うん、多いので、うん、なのでなかなか難しいところってありますよね。そうそうそう、だからまあデリケートなところでまあね触れにくいところではありますけれども、まあ、そんな感じだったので開けちゃったんですよね。なるほどね。まあでもそれはもうそうなっちゃいますよね。悪かったら僕がタバコ吸っていた。そう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 私が下まで行けばよかったんですね。あ、いやいやいや、まあ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 、うん、まあよかったですよ、うん、たまたまとはいえディスクアップ、そうですね、うん、出てくれて。でも、ね、でもディスクアップ打つ時にも打ってる時にも話してたんですけど、まあやっぱり最後の中盤からまあ最後にかけてディスク打ってた頃はずっと6狙いしてたんで、結局103パーあっても高設定狙いになっちゃうんですよね。うん、だからまあ今度リバイズが出て、まだねあのこの今日取ってる時にはバーサス出てないんで、あれですけど102パーってなってるけど、まあその分やっぱ設定入りにくくなっちゃうんだろうなと思うと、まあ一概にどうなんですかね、甘いのがいいのかなって思っちゃったりもしますよね。ちょっと話変わってきますけどね。やっぱ 100% でいいんじゃないかなと思って、やっぱ5、6打ちたいですし、うん、そう 1.100% でいいんじゃないかなと。だかそんな中でこの間リゼロの A が出て、まあちょっと酷評されてますけど 105% しかないじゃないですか。あ、うん、あのエミリアレムラム設定でも 105.4% だったかな、しかないんですけど、積極的にその設定を使ってほしいという思いがその割にしてるんじゃないかなって思うと、それはそれで別にそんなに酷評することもないんじゃないかな。それこそ初代アイムなんかそういう設計でした、ね、うん、そうそうそう。で実際のところその5号機当初ですね、あの頭の方ですけど実際5、6だらけだったし、うん、そうそう、だからその一概にその 5、6の割が辛いからどうこうって決めつけるのもどうかと思うし、もっとなんかその辛口で言えば、じゃあその割普段打ってんのって思うし、それこそ素材アイムの話って言ったら、うん、もともとあれ適当押しで 105.1% なんだけど、うん、本当はね 104% で通したらしいですよ最初。ああそうなんですね、うん、でその 105% のアイムジャグラー EX 初代の後に、うん、その 104% のアイムジャグラー FX っていうの通してたんですよ。 FX?104% それが通らなくて 105% の方が通っちゃったっていう、金が動きそうなっていう蓋を開けたそういう話らしくて、ね、あそのね、それもそこまでなんでこんな6で低いんだっていうのも、うん、今言われた通りの理由みたいです、うんうん、ね、それはそれでそのあり方としていいと思うんですよね。逆にその台に対する愛を感じますけど ね、うん、その割が低いっていうのはリゼロの場合は問題なのは1の割が辛すぎるところですからね。あ、そうなんです。でもまあそれもそれで 98% ぐらいしかないんですけど、それはそれでじゃあ1使ってくれるなよってことなのかもしれないしね。うん、だからまあ考え方だと思うし、あとはその台を人気にするかしないか打ち手次第なんで、あんまりにもそういう考えで面白いか面白くないか置いといて、そういう取り組み方をすると結局自分たちでその 105% 使ってもらえなくさせちゃうわけじゃないですか。まあ全体意識なんで、別に個人個人に言うわけでもないし、結局みんながそう思わないと意味はないんですけど、でもまあなんかそういう風な考え方もできるんじゃないのっていうのはなんか知っといてもらえると、意外とみんなが知ることで自分たちのパチスロライフがもうちょっと良くなったりするのかなと思いますけどね、うん、105%でもいいじゃないと、うん、まあ、意味を考えれば。なんでまあでもあれですよね、ちょっと前のおじさんズガチになりますけど、戸越湊さん、あそこもあのまま時間あってぶっ続けたらまあまあいい感じになったりとか ねしてたんじゃないかなと思うと、まあ今まで時間で打ち切ってたのが申し訳なかったなって、そうですね、うん、感じはありますんで、まあいい結果これからも出せるといいなとは思いますけどね。うん、そろそろ締めますか。そうですね、はいはい、これからもねこんな形でやっていきたいと思いますので、引き続きおじさんズガチ、まあちょっとねシャープ1,2,3でトークなんで、まあ、結構長尺になるんですけど、まあ、その分長く打ってきてますから、これからも長く打っていきたいなと思う。まあ剣だらけの回もねきっとあったりすると思うんだけど、うね、うん、まあでも剣の回は剣の回で、剣の回の方がシャープ4が面白いかもしれないっていう、あ、かもしれない ね、なるかもしれないと思いますんで、これからも引き続き番組の方ご応援の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次回は、どこかしらのホールで実戦からのスタートになります、はい、ね、こちらも楽しみにしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。またまた、さよなら。
豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。